リアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今回は100均縛りメイクです。100均のコスメだけでメイクをしてみたです。でね、買ってきたんですよ。ダイソーさんでね、買ってきました。いっぱい買ってきたんですけど、その100均だけでフルメイクをしていきます。フルメイクなのでベースからリップまで全部していきます。それではどうぞ。はい、すっぴんになりました。まずベースメイクからやっていこうと思うんですけど、ちょっと顔色が悪いのでリップ塗ってからにします。これもね、ダイソーの100均のリップなんですけど、これはティントバーム D ローズですね。なんかダイソーってユーグラム以外にいろんないっぱいコスメがあって迷いましたね。ちょっとだけつけます。結構薄付きでいい感じ。まずベースメイクをしていきたいと思います。コンシーラーからやるんですけど、ユーアーグラムのコンシーラーパレット GN の1です。カラバリがもう一個あったんですけど、これがね、一番明るい色だったのでこれにしました。あと緑がなんか赤みカバーって書いてあったので、赤みが強いのでこれにしました。じゃあまずね、塗っていきます。ちょっと結構緑、こことかに塗った方がいいのかな。ほっぺた赤いんだよ。アリア、ニキビの赤みとかに使ったらいいと思う。あ、でも伸ばしたら結構緑感はなくなるけど、赤みは引いていく感じがする。真ん中の色のコンシーラーを塗っていきます。あ、前髪留めるの忘れてた。今から留めよう。まあ、だいたい塗り終わったらダイソーのパフ、ちょっと目惚れして買ったんですけど、桜っぽくて可愛かったね。これでね、ちょっと伸ばしていきます。よし。あ、なんか独特な形で可愛い。これでね、伸ばしていきます。次はファンデーションを塗っていきます。こちら、これはユアグラムじゃないんですけど、普通にダイソーで売ってました、ゼリーファンデーション D ナチュラルです。自然の肌色ナチュラル、これは200円の商品ですね。あ、冷たい。適当に塗っていって、まあ、あとはパフで伸ばすので、よし、そろそろ伸ばそうかな。メイク初心者の子とかでメイクどれ買ったらいいか分かんなくて、高いものを買って失敗したりするの嫌だと思うので、100均はね、フルメイクにしても安いのでいいかなと思います。はい、じゃあファンデーションが終わりました。次はね、お粉をしていきたいと思うんですけど、ユアグラムルースパウダー03番です。これは200円商品ですね。アリアはホワイトにしました。他の色もあったんだけど白にしましたね。それに合わせてこの筆も買いました。これも200円商品ですね。すごいでかい。ふわふわ、やば、めっちゃふわふわじゃん。これ買って正解だったね。このお粉でお粉をしていきます。このお粉でお粉、待って、いらなかったじゃんこれ。まあ使うけどさ。でパフついてた、すごい素晴らしいね。粉、あ、ふわふわ、てかでかくない？めっちゃでかいじゃん。結構サラサラしてるパウダーですね。テカリとかを抑えるのは粉ですよね。はい、じゃあお粉もできたので、次はチークとかシェーディングをしていきたいと思います。あ、待って、これやるの忘れた。もう一個あったんですよ。これ、これだ。ユアグラムカバー&ハイライトコンシーラーなんですけど、ピンクしかなかったんで、ハイライトに使おうと思います。まあ、一応開けときますね。クマとかはこれ良さそうだよね。こういうコンシーラー使ってみたかったのよ。こういうペンシル型。え、合ってるこれ。あれれー、出てこないー。じゃあその間にシェーディングをしときます。こちら、ユアグラムのシェーディングスティック A01 番です。こういうね、シェーディングスティックとかね、使ってみたかった。キャラメルみたいな色ですね。こうしたところに入れていきます。フェイスラインとこのでした時のところ、もうこのままだとちょっとおかしいので伸ばしていきます、スポンジで。そうすると程よい感じになるはずですね。うんうん、いい感じいい感じ。結構クリーミーな感じだから肌に馴染みやすいですね。問題のこちらなんですけど、ちょっと出てこない。あ、出てきた。
結構ピンク、ハイライトとも書いてあったからちょっと鼻の上にのせてみようかな。あーでも鼻の上にのせたらピンク感ないくない？目の下とかにハイライトとか入れるとクマとかも良くなるので、ハイライトコンシーラーだからクマにもいいね。うん、いい感じ。で次はチークをやっていきます。チークはこちら、これも200円商品だ。ユーアグラムのアイ&チークカラー PK の1番ライトピンクです。指で取ってねつけていきます。こことか結構つけてる。いい感じですね。なんかラメラメとかが入ってるからツヤ感も出してくれるからいい感じですね。よし、次は眉毛をしていきたいと思います。眉毛はね2種類ね買ってきたんですけど、まずこちらダイソーのアイブロウペンシルです。ダークブラウン。もう一つはみんなおなじみのこちらです。ケイトに似てるやつ、これも200円商品ですね。ユーアグラムアイブロウパウダー A02 番。この色しかね今売ってなかったんですけど、今回はオレンジは使いません。でも4色も入ってるんでめっちゃいいし使いやすいのでおすすめです。アリもこれの違う色を持ってる。はい、じゃあまずアイブロウペンシルで眉毛をちょっとかたどりますね。このペンシルで、こっちはなんだ、あ、このブラシみたいなやつですね。やっていきます。よしと、結構描きやすい。ペンシルがちょっとやったのでぼかしていきますね。これでぼかしたら先ほどのこちらを使って穴埋めをしていきたいと思います。これはね結構ねいいところは涙袋にも使えるところですね。あとはまあノーズシャドウとかにこうしてこうしてたまに使ってます。眉毛が描けたのでアイメイクに行きたいと思います。皆さんおなじみのアイシャドウですね。ユーアグラムブルーミングアイカラーパレット01番。これはちょっと筆がいるなと思ったので筆を買いました。これはアイシャドウブラシです。じゃあまず何の色を使おうかな。マットの色から使おうかな。まず一番マットのこの色からベースに塗ります。これがねベースの色になります。すごい発色するっていうよりかはふんわり発色なので、このパレットは薄い色とかは結構しっかり塗った方がいいかもしれない。次はこのさっき塗ったやつの1個下、こちらを二重幅に、ね、塗っていきます。かわいい色だねこれは。さっきの色涙袋にもちょっと塗りました。じゃあそしたら濃い色を先端にこうやってつけて目尻にねのせていきます。そしたら目がちょっとキリッてしていきますね。目尻のここのくの字に涙袋のところにもねしていきます。次はここのブラウンの色を使って目尻にのせていきます。これはさっきよりも内側目に大幅にちょっとのせる感じ。最後にキラキラのアイシャドウをね全体に散りばめます。動画で見るとあんまり発色が分かんないけど、実際見ると結構ブラウンっぽくて可愛いですね。最後に真ん中の色が一番ちょっと薄いと思うんですけど、それをね涙袋にのせていきます。こんな感じですね。なんか最後に白っぽいやつを塗ったことによって涙袋がぷっくり見えますね。じゃあ次にアイライナーをしていきます。こちらです。アイライナー OPOK2 です。ブラックです。アイライナーはペンシルよりリキッドが好きなんですけど、ちょっとペンシルしか売ってなかったのでペンシルでいきたいと思います。目尻ら辺を描いていきます。アリアはまあ跳ね上げるというよりは垂れ下げる方が好きかな。あ、でもやっぱダメだ。リキッドずっと使ったから使い慣れてないの難しい。ちょっと
もうニュアンスだけでも書いとくか。大丈夫か。大丈夫です。目は最後ですね。カンコレマスカラブラックを塗ります。これも100円でした。結構伸びる感じの、カールというよりは伸びる伸びる伸びる。マスカラ、マスカラもできたので、アイメイクは終了です。パチ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 。最後にリップをしていきたいと思います。ユーアグラムリキッドルージュペン RD の1レッドです。もう一つリップを買っていて、もう一つはですね、こちらティントなんですけど、ティントバーム D ローズです。さっきちょっとつけたんだけど、あんまり色がつくっていうよりはクリーミーなリップクリームって感じでしたね。じゃあ、あ、これをつけます。結構な赤ですね。じゃあこれを塗ります。赤、今日は結構ね、なんだろう、いつものメイクよりめっちゃ失敗してるんで、いつもはもっとメイク上手いですよ。うるうるしてる感じのリップでめっちゃ可愛いですね。グッドです。このリップは大優勝ですね。じゃあ完成ですかね。メイクが完成しました。結構ねハプニングがあったんですけど、うまくメイクができてよかったです。アイメイクはこんな感じです。で、まあ、チークとシェーディングでリップです。でフルメイク楽しかった。100均のなんかね、100均って結構ねいろんなのあったんですけど、実際100均のコスメとか全然使ったことがなかったんで、すごく面白かったです。みんなも100均でメイクしてみてね。見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。